N 沢さん、何考えてました？前回、ちょっと雑談ベースで。雑談、はいはい。あ、北の、ね、北のファンクラブ。北のファンクラブ。そう F のファンクラブ。さっきの話がもう、自分の中ではかなりインパクトが強くて。じゃあ、ちょっと右締めに近づければさっきのあれです。うん、怒られちまいじゃないけど、うん、相手の反応が変わるように、反応っていうか返事をしたらどうだろうかっていう、そうですよね、うん、これはあれなんですよね。でやっぱり感情って喜怒哀楽って言われるだけあってですね、まあ、4つあるわけじゃないですか、うん、ワンパターンだとこれのどっかしか揺さぶれてないじゃないですか。あとは怒られるか怒られたくないかみたいな、まあ、なんか8個あるかもしれないですけどね、これで考えても。怒られたくないからだったら怒られちまえっていうのが、まあ、そんで2つあるんですよね。し、今日はそんなの考えないで、うん、この話の返事でどうやったら相手喜ばせられるか、うん、っていうのを考えた返事してみようみたいな、うん、そうしたら、なんか、急にエクシが、いや、なんか真面目な話してるのやめてもらえますかみたいな風に、なんか怒ってきたみたいな。でも、今までそんなこと言われたことなかったみたいな。うんとか、まあ、それは今のはちょっとワンパターンなんですけど、うん、そしたらなんかノリノリになったと、うん、でなんか結果もいい建設的な解決方法出て、うん、なんか進めたみたいな、うんうん、あそうかと、なんかシリアス的な問題来たけど相手を喜ばせようっていう軸で考えたら結果はこんな建設的な解決っていうかゴールに行ったんだみたいな、うん、これってネズミの迷路からしたらゴールに行ったって話、うん、最高なんですけど、もうそれでいかなかったとするとするんじゃないですか、うん、まあ、悲しいと怒りはちょっと似てるからなんですけど、うん、喜怒哀楽の今度まあ喜ぶもそうですけどね、今度は逆にまあ喜ぶかどうか別としてちょっと楽しくやってみようかみたいな、自分が楽しいかどうかで返事してみようみたいな、うん、じゃもういつも以上に激怒されたみたいなことがあるかもしれないですけど、まあ、さっきみたいになるかもしれないですよね、うん、なんだかよくわかんないけど楽しい感じで終わる、うん、まあ、それで解決にいかなかったらそれはそれで失敗なんですけど、確かに、うん、でもまあなんか楽しくやったら新しいアイデア出たみたいな、うん、これって建設的なんですよ、うん、怒られないようにやって建設的ななんか生産的ななんか出るんだったら別にいいんですよ、うん、でも出てないってことは私の提示するルールからすると外れちゃってるので、うん、パターンを変えないとというそうですね、のと自分がそのパターンが同じになっちゃってるって思うんですよ、うん、例えば私のじゃあ事例をちょっとだけ事例好きそうなんで言うとですね、作り笑顔を作れって言われるんですよ、今接客とかもしてるしね、あ言われるんですか、うん、で私はしませんって言ってるんですよ、うんうん、なんでかっていうと楽しくも嬉しくもない時に笑顔になるのは苦痛だからですって言ってるんですでもこれダメなんですよ、うん、ダメ で, あでずっと言われた通りやるのもダメなんですよ、うん、たまには気持ち悪い笑顔も出さないと、ええ、で気づくんですよ、お客さんがやっぱり俺が気持ち悪い作り笑顔してるとなんか対応いいなとか、逆により気持ち悪かったなとか、ね、だっていつも同じそのぶすったれた真顔で、まあ、面白いだけ笑ってみたいなことすると、うん、お客さんも同じ反応だし、うん、自分に来る反応も同じじゃないですか、うん、だからそれダメなんですよ、うん、でなんかたまに今ウーバーとかよくやってているんですよ、初めから切れてるやつみたいな、渡す人がですか、渡す人が、ええ、なんでこいつみたいな、うん、でもそれ、まあ、そいつはそいつでワンパターンだからダメですけど、うん、こっちからするとなるほどと思うんですよ、何もやってないのにこんな切れてるのそうするとこっちに与える印象こんななんだみたいな、あ、だから自分もたまに一回やってみようかな、うん、みたいな、なんかそういう給食の献立みたいなもんですよ、うん、毎日カレーだとダメみたいな、うん、テレビとかでもよく騙された対象みたいなもそうですよね、うん、はい、見たらどうなるかみたいな、うん、そう、観察、実験と観察みたいなもんなんで、うん、で答えが出てないってことは
いつものパターンだと答えゴールに行ってないってことだけは事実っていうかヒントなんですよ。うんうん、ってなるといつものパターンとは違うパターンをやってみないとウーダループにならないんですよ。そのなんだろう、ウーダループはジョン・ボイドって人でしたけど、うん、前もちょっと話したかもしれないけど日本にいたんですよ、激痛用が、うん、大さんだか酒井さんだか忘れちゃいましたけど、うん、この話しましたよね。なんかした気がします。 激痛用はなぜ激痛用になれたか、うん、この人なんか毎回先輩に勝てなかったんですよ、うん、横予備戦みたいなところ、はい、でなんであんな先輩、こっちはちゃんとやってんのに先輩はいつも私の後ろに回っていつも私は負けんの、で気づいたか言われたか忘れたんですけど、うん、説明書にここまでやっちゃダメだよって書いてあることを自分はやってなかったんですよ。だからつまり説明書通りマニュアル通りで戦ったんですよ、うん、でその先輩はマニュアルよりもやっちゃいけないことをやってたんですよ、うん、例えばなんだろう、うん、ちょっとわかんないですけど車で言ったら120キロまでしか出しちゃいけないって書いてあるのに、うん、アクセル踏んで勝負どころで140キロ出してた、うん、でも140キロ勝負どころで出すの車って壊れないじゃないですか、うん、もっと踏んだら壊れるかもしれないですけど、まあ、180出るようになってますからね。なのでその説明書っていう枠にとらわれちゃってたんですよ。激痛になれない時の人、うん、でもなんでなれたかっていうと説明書じゃなくて実際自分で運転してみてここまでいけるいけないっていうのを自分で測りながら戦い始めたら負けないようになった、うん、両話なんですよ。だからそれをやっていかないとあれなんです。野球のリードであと5センチ離れても牽制されないで盗塁できるか、うん、でもちろん出過ぎたら牽制されてアウトじゃないですか、うん、でもずっとベースベタ好きだと盗塁できないんですよ。まあ間違いなく進まないです。でその頃合いの良さって分かんないじゃないですか、うん、もちろんピッチャーの緊張度合いとか集中度合いによっても違うだろうし試合の状況によっても違うわけですよね、うん、っていうのを考えていかないと変わらないっていう。でそれが分かっていくといろんなノウハウ分かってくるんですよ、うん、あこんなのあったのみたいな、あこんな裏技あったの、うん、そういうのいっぱいあるんですよ。なるほど。でまた失敗談もあるじゃないですか、うん、やりすぎたらなんか全然客来なくなったのもあるし、例えばなんかあんなに申し込みなかったのに、うん、3日間限定で例えば3時間パーソナルトレーニング、その3日間だけ無料ってやったら500人ぐらい来ちゃって大変なことになったとか、これネタになるじゃないですか、うん、でまたネタが人も呼ぶわけですよ、うん、だからいいんですよ失敗しても、うん、で成功したら成功したで嬉しいわけです。でパターンが変わんないといつもと同じなんで誰も来ないですよ、エピソードにもならないんですよ、うん、確かに全然面白くないです。そうだ、だから今日はわざと怒られてみようと思って、ちょっとやってみたの、うん、そしたら確かにエクシア切れたとか、うん、まあ、狙い通りっちゃ狙い通り、うん、だけどちょっとよろしくなかったのは家まで詰められて包丁を持ってな入り込んでくるぐらい切れたみたいだいぶ暴走させます、ね、そうそう、まあそのくらい切れさせてもらったみたいなのはエピソードになるわけです、うん、だいいんですよ何でも、うん、これはダメなんだってことが分かったみたいな、エジソンなんで、うん、もうね、みんなエジソンだって思ってるし、うん、999回失敗してからようやく成功っている、うん、だからウーダループにはガンガン変えてほしいんですよ。なるほどっすね。まあ、でも昨日のパターンよりも1つでも2つでも変えるっていうのは